プレゼンツ朝みどりのいろはにみよ。今日は椿俊太郎さんの卒業特集としてオープニングテーマ曲南部俵積み歌をレギュラー陣でお送りいたします。ミュージシャンと民謡界の応援番組いろはに民謡の時間です。これから約1時間生放送でお送りします。どうぞ最後までお楽しみいただければと思います。ご案内は私民謡歌手の麻生みどりです。そして番組を一緒に盛り上げてくれるのは、はい、塚原ひろみです。今月もよろしくお願いいたします。そしてはい、津軽三味線奏者の椿俊太郎です。今年も今月違うね今月もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。そしてはい、今月も頑張ります。民謡歌手の菊川ひな子です。はい、ということでね、まあ、ゴールデンウィーク中でございますけれども、はい、もう、はい、もう今日も仕事でね、そう、さっきご一緒させていただいて、ね、学校公演でいろいろ、もう早速学校公演始まっております。でも仕事帰りにラジオに出演してそこで俊太郎くんの特別と、ね、今回卒業特集ということでね、はいはい、今日は盛りだくさんでお送りすることになっておりますが、はい、私はなんかもうゴールデンウィークは民謡から始まって、産経民謡大賞の寄席が奈良でありまして、うん、で行った帰りにあの奈良の大仏さん見て行ったりとかね。で今週末には葛飾区 のシンフォニーのアイリスホールで、あの葛飾区民謡連盟の春季大会が行われますので、そちらの方にも行きますので、入場無料ですから、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。ひろみちゃんもゴールデンウィークにコンサート、はい、姉妹コンサート2024が無事に終演いたしまして、ね、おめでとうございます、はい、そこにも俊太郎くん、そうです、俊太郎くんに来ていただいて本当に盛り上げていただきまして、ね、もうファンがいるんですよ。いやいやいや、あ、そうなんですね、追っかけ追っかけすごいですね。で俊太郎くんは
学校公演以外に他なんか行ってきましたか。でも、あ、でもそれこそひろみさんのコンサートだったり、あ、そうか、富山に行ってたり、富山も行ったんですか、はい、ランウェイとか、あ、そう、ランウェイで、ランウェイ初めて、人生で初めてちょっとランウェイで三味線を弾いてきました。すごいですね。不思議な感じでしたね。今これからもいろんな経験がきっと ね、できると思いますけど、これからも頑張ってください。え、ひなちゃんは。はい、私も実は今日学校公演に午前中に、ね、はい、アビアの皆さんと一緒にね、今日は行かせていただいて、はい、いただきまして、ね、はい、民謡どっぷりでございますね。ひなちゃんもあの民謡連盟の春季大会に今回一緒に出ますので、はい、あの顔見に来ていただければななんかと思っております。ということでね、オープニングからあの今回は俊太郎くんの特別、うん、あの卒業の特集ということでね、あの南部タールツミと生演奏でね、はい、演奏でやりましたけれども、今日の曲目はあのゲストコーナーをあの俊太郎くんの特別コーナーとしまして、はい、俊太郎くんに選曲していただいて決めさせていただいて、ね、そう、皆さんどんな歌が出てくるのかお楽しみにいただければな、なんかと思うんですけど、はい、私も弾いたことない喋っていただいて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、47都道府県の制覇になるんですよね、あの全国の民謡歌ってみようコーナー、うん、そこから俊太郎くんの出演が始まったんですよね。2020年のそうですね、よく4年前そうですね、7月2日から始まったんですよね。でも、まあので5月 で、ちょっと2ヶ月足らずですけど48ヶ月、はい、出演いただいたということで、ね、相当ですね、相当相当。最初は譜面読むの苦手って言ってたんですけど、うん、今はもう結構バリバリになってきましたので、初見でしかやらない。そんなことないですよ、しっかり勉強してきます。いやいや本当に、ね、育って本当に NHK の専属伴奏みたいにね、いやいや出演されたりとか、うん、もう成長されてるの で、これからあのしょって立って頑張ってもらいたいなと思ってますので、す、皆さんにね俊太郎くんのメッセージとか送っていただきたいので、ひろみちゃんから挨拶を。なんで今が言うた。大丈夫ですか、私言っていいんですか。言ってください。番組ではリスナーの皆様からのリクエストやメッセージを受け付けております。俊太郎くんへの応援やねぎらいのメッセージをどしどしお寄せください。宛先はメールの場合 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスの場合は03-5670-5332、03-5670-5332。生放送中でも届いたメッセージは番組の中でできる限りご紹介させていただきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしております。お待ちしております。ひなの一声、はい、今月のひなの一声は、先ほども言った通り椿俊太郎さんの卒業スペシャルということで、ひなの声もですね、実は俊太郎さんからのリクエストをいただきまして、およ、はい、椿俊太郎さんの、ご出身の故郷でございます富山県の民謡で越中おわら節を歌わせていただきます。はい、はい、実は富山県出身で呼吸も惹かれるんですが、はい、この番組では初です、ね、ですかね、初めてか、はい、呼吸は多分演奏してないと思います。うん、頑張ります。はい、初披露ということで越中おわら節勉強させていただきました。俊太郎さんの、富山の呼吸の音色に乗せて歌わせていただきたいと思います。それでは越中おわら節です、お聞きください。
ひなの一声でした。麻生みどりのいらにみよしゅんたろしゅんたろしゅんたろのしゅんなみよみよみよ。はい、ありがとうございます。今月も始まりました、俊太郎の旬な民謡と題しまして、さまざまなイベント情報をご紹介をさせていただきたいと思います。まずは NHK の番組からご紹介させていただきます。毎週火曜日11時25分から民謡を訪ねてが放送されます。そして4月からの新番組ですね、で出会いは民謡日と題しまして、毎週金曜日11時25分から放送されますので、ぜひぜひお聞きくださいませ。続きましてイベント情報をご紹介させていただきます。5月の3日金曜日から5月の4日土曜日ですね、津軽三味線ワールドカップと題しまして、青森県弘前市民会館大ホールで開催されます。同じく5月3日金曜日から5月4日の土曜日、津軽三味線日本一決定戦がリングステーション青森、青森市文化会館で開催されます。5月5日ですね、津軽五大民謡全国大会が青森県弘前市民会館大ホールで開催されます、はい、同じく5月5日の日曜日ですね、亀戸の梅屋敷で開催されます梅屋敷文化の祭典というイベントに私椿俊太郎が出演させていただきます。13時頃から演奏させていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。同じく5月の5日ですね、津軽三味線の先輩でございます山中博さんの音の絵というイベントが日暮里サニーホールで19時から開催されます。同じく5月5日、5月5日すごいですね、すごいですね。5月5日の日曜日ですね、先ほどねみどりさんの方からもご紹介もいただきましたけども、はい、葛飾区民謡連盟春季大会が葛飾シンフォニーヒルズで10時から、こちら入場無料ですので、ぜひぜひみどりさんとねひなこちゃんが出演されますので、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。続きまして5月の6日月曜日の祝日ですね、ザ・民謡図と梅若流のイベントが、どこだこれ、秋田県にぎわい交流館 AU 3階多目的ホールで14時から開催されます、はい、続きまして富山県なんですけども5月12日また私出演させていただきます、佐藤松子流広竹会様の45周年民謡の集いに富山県高岡文化ホールで12時から開催されます、うん、続きまして5月の18日土曜日ですね、郷土民謡協会東都地区大会ですね、みどりさん、ひろみさん、ひなこさん3人出演でございます、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。5月の20日月曜日ですね、向島にある民謡酒場栄水さんで追い分けの一緒に働いている梅本遥さんの民謡ショーが17時半から開催されます、はい、またまた僕のなんですけどいいですか。5月の26日日曜日ですね、福チャリ2024津軽三味線と民謡椿三昧と題しまして、はい、東京都町田市和光大学ポプリホール鶴川で14時半から開催されます、はい、そしてそしてですね、ここにずっとチラシを置かせていただいたんですけども、はい、私とひなこさんが、はい、一緒に出演させていただいております民謡酒場浅草にあります民謡酒場和の屋追い分けのライブがお店飛び出してみました、はい、和の屋追い分けライブ、はい、in 木馬亭と題しまして、はい、昼の部と夜の部2部公演で浅草の木馬亭で和の屋追い分けメンバー総出演で出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。続きまして毎月開催されております民謡定席なんですけど5月の30日ですね、木曜日亀戸文化センターカメリアホールで開催されます、はい、以上俊太郎の旬な民謡でした。イエーイ。麻生みどりのいらに民謡。ということで、これより椿俊太郎さんの、卒業特集ということでお送りしていきたいと思うんですけれども、はい、ね、先ほども紹介させていただきましたが、4年前に始まって、そうですね、ね、7月2日ですね、ね、今日が47都道府県目、はい、ということで、なんかあっという間でしたね。あっという間でしたね。4年間経ったと思わないぐらいね。そうですよ。何回かね、ちょっと出演できない時があったんですけど、もう売れっ子になっちゃって、いやいや、とんでもないですね。ね、さ
時のイベントすごかったですよね。すごいですね。とんでもないです。ねえ、富山県の大使を、富山ふるさと大使ですね。ふるさと大使を務めてらっしゃるんですね。昨年からかな、ちょっと、うん、あの任命いただいて、うん、ね、富山推しで今日も一応笑いよかったです、はい、ありがとうございました。今日は俊太郎さんにあの曲目を選曲いただきましたけれども、うん、俊太郎さん、まあ、とりあえず、まあ、このね4年間振り返って何か、はい、一言ちょっと挨拶を。いやー、無茶ぶりがすごいですね。いきなりで冗談ですけども、本当にもう、ね、冗談じゃないです、冗談じゃないです、冗談じゃないです。あの47都道府県やる中でもう普段やらないような、私もやらないような曲とかも結構いっぱいあって、それをね全然知らないのに三味線の弾いてたりとかね。いやいや、でも本当にもレパートリーが増えたというか、増えましたよね。なんかこんな曲あるんだみたいな、すごい勉強させていただいて、はいはいはい、東京都で一番最初が東京だったのかな、東京とかから始まって、ね、東京から始まってすごい、なんか東京にもこんな民謡あるんだっていう、そこまでちょっともう、ね、演奏させていただいて、島歌の方も行きましたね。でも本当47都道府県いろいろね、何個かはちょっと出れなかったんですけど、はい、でもね、追い分けさんで、いろいろ、ね、リクエストがあった時にちょっと忘れちゃったのもあるかもしれないですけど、でも弾けば大体思い出せるかなと、なんか思い出せると思うので、まあ、その経験生かしていただければな、なんかと思ってます。それではね、まずはやっぱり俊太郎さんといえば津軽三味線の、はい、ね、演奏家ですので、はい、津軽三味線の演奏皆さんに聞いていただきたいですね。そうですね、はい、はい、頑張ります。それでは椿俊太郎さんの津軽三味線曲弾きからお聴きください。
います。いやいや、いただきます。出演者一人でございます。ファックスもいっぱい来てるので、本当ですか、コメントいいですか。はい、小山宗香さんからいただいてます。俊太郎さん卒業おめでとうございます。はい、旬な民謡コーナーお気に入りでした。元旦以来の都地方の様子が気がかりですが、なかなか行くことができずにいます。せめて民謡を通して応援できればなと思っております。俊太郎さんの歌でのと麦や節リクエストお願いしますということで、はい、いただいておりますが、のと麦や節は、ね、石川県でお隣、俊太郎くん、富山の麦や節はどうですか。はい、歌ってますもんね。麦や節でもいい、いいですかね。いいですか ね、はい、お隣の麦や節お得意なんで、はい、続いては俊太郎さんの歌声を皆様にお届けいたします。俊太郎さんのふるさとの民謡より麦や節です。三味線、麻生みどりさん、太鼓、菊川ひな子さん、そして私塚原ひろみはお囃子をさせていただきます。ごめん。なかなかね、俊太郎くんの歌を聞くことっていうのはないのでね。はい、盛りだくさんですね。はい、とてもちょっと早かったかもしれない。ごめんなさい。とても新鮮で、はい、はい、手がもつれる。ここからは俊太郎さんが選んだレギュラーメンバーに歌ってもらいたい曲をお送りいたします。はい、はい、ということでね、俊太郎さんがまず最初に吉川ひな子の歌声からと思うんですけれども、はい、何を選んでいただけましたか。青森県の民謡でございます。鰺ヶ沢人口、はい、おー、はい、竹山流、竹山流の感じで、そうですね、はい、じゃあやってみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お守る。
しのる水はのから守る。そりゃかが守る。る水はのから守る。ということで、ひかひなこさんの歌声で俊太郎くん ね、畜産流の雰囲気でやっていただいて、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと違ったそう普通の味がさえこれ何って多分思った方もいらっしゃると思うんですけども、うんはい、前奏から違うっていうふうに思いますよね。かっこいいなと思ってました、ね、そうなかなかこっちで畜産流の歌い方、はい、でお林もいやさがさっさだから、ね、って感じだと思うんですけど太鼓もねまた全然違くて、うん、はいリクエストいただいてぜひぜひありがとうございま す。さあ続いてはひろみさんへのリクエスト曲、はい、俊太郎くんからのリクエストははいひろみさんのふるさとですね茨城県の民謡でございます、はい、佐島法然音頭を選ばさせていただきました。はいありがとうございます。少々待ってくださいね。はい大事に歌っていきたいと思います、ね、これも賑やかな曲でね、はい、そうですねいい曲です。はい、紹介しようかな、はい、おメッセージまたいただいております。はい、小山光田さんからいただいてます。みどりさんひなちゃんこんばんは。そしてしゅんくんご卒業おめでとう。駆け抜けましたね。頑張りましたね、うん、ますます輝きを増したいろはに民謡。私卒業させていただいてからも毎回楽しく拝聴しておりました。それにしても歌って民謡コーナーではがっつりみどりさんに鍛えられます。さぞみんな鍛えられております。さぞたくましくなられたのでは。いろはに民謡でのご経験を今後に生かしてますますご活躍くださいね。本当にお疲れ様でございました。スタジオに駆けつけてひまわりの花束を持って行きたかったけど、あーねのりさんがねみどりさんにね、うん、今夜は広島で聞かせていただいております。それでは引き続きいろはに民謡を応援しております。しゅんくんの伴奏で歌った
タロジが思い出深いです。いいですね、可愛い曲で、ミスさんの声にぴったりだったんですよね。俊太郎くん の YouTube に上がってますので、ぜひチェックいただければと思います。はい、それでは間違えた、私じゃない。はい、それでは続きましては麻生みどりさんにと俊太郎さんが選んだ曲をお聴きいただきます。はい、はい、津軽ジョンカラ節のね、はい、メドレーをいろんな歌い方があると思うんですけど、ね、なんかそれこそ何度かいろんな舞台で、そうですね、一緒にね演奏していただいて、メドレーでさせていただいたので、はい、すごい思い出に残ってますので、はい、それジョンカラ節のメドレーをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
天使は桜の中よ。中伏新伏新旧伏とすごい結構しんどいですね。頑張りますよ。さすがお三味線歌付けも上手です。いやいや歌付け大会優勝。一人参加者一人優勝。いっぱいいただいてるんですけど、はい、紹介してもいいでしょうか、はい、お願いします。川越の葉っぱさんから、私は俊太郎先生の故郷と富山民謡の弟子なのですが、今回で俊太郎先生が卒業とのこと、寂しいですが俊太郎先生のますますのご活躍と番組が末永く続くことを祈願しております。俊太郎先生、津軽三味線奏者としてのイメージが強いですけれども、呼吸も歌も素晴らしく、今日はぜひ聞きたいですということで、はい、はい、多分堪能してるんじゃないかなと思います。思います。ということでね、はい、このコーナーもそろそろ時間が来たんですけれども、はい、最後にまた後でコメントしてもらいましょうかね。はい、またこの後全国の民謡歌ってみようコーナーがありますのでね、はい、そこでまたいろんな民謡聞いていただければと思います。はい、次は全国の民謡歌ってみようコーナーです。緑のいろり民謡、緑とひろみの全国の民謡を歌って民謡、ということで今回第47段目、47都道府県のラストとなりました。ラストを飾るのは岩手県の民謡になります。最後も頑張って歌って民謡、ということで今日は賑やかに盆踊り歌からスタートしたいと思います。はい、沢内さんさぼん歌、そしてドンパ節の元歌といわれるドドサイ節を麻生みどりさんの歌でお聴きいただきます。おっ
さんさ踊らばしなよく踊れ、しなのよいのさんさ嫁にとる。続いては正田守先生の尺八音源に乗せて岩手県を代表する民謡南部潮唄、歌は麻生みどりさんです。節を麻生みどりさんに、チャグチャグ馬子を塚原ひろみさんの歌でお聴きいただきます。
いては南部こびき歌を麻生みどりさんに、そして南部よしゃれ節も続けて麻生みどりさんに歌っていただきます。ゴスリン、はあ、こびきいたよだ、はあ、この今朝もやすりのおやさはおとがするからねでさきにかかるよしゃれさよちょいさのさっさっとちょいさのさっさっ。続いては外山節を塚原ひろみさん、そしてテンポの良い成長外山節を麻生みどりさんに歌っていただきます。私は外山の日陰のあらび、誰もおらぬでほだとなるほだとなる、誰もおらぬでほだとなる、やんこらさんさんやんこらさんさん。最後は沢内ジンクを麻生みどりさん、そして南部酒屋元セリ歌を塚原ひろみさんの歌でお楽しみください。沢内
海賊の中、私の民謡を習ってみたい方いらっしゃいましたら、ね、大丈夫ですか、ね、また商談会までご連絡いただければと思います。ということで今日ね、俊太郎さんの特別コーナーということで、ね、はい、と卒業特集をお送りしてまいりましたけれども、はい、若さでね、本当に盛り上げていただきましたけれども、この4年間振り返って俊太郎さんから、はい、もう本当三味線だけじゃないですけど、いろんなことを勉強させていただいて、今後の活動の本当なんていうかな、なんていうかですか、生かしていただければと思います、行こうかなと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ぜひこれからもね、引き続き俊太郎さんにの応援、皆さんリスナーの方、はい、していただければと思います。また時々スタジオの方にも遊びに来ていただければななんて思っております。そうです ね、はい、そしてもう一個メッセージ来てます、はい、俊太郎くん、約4年間レギュラー出演 お疲れ様でした。全国の民謡歌って民謡コーナーでは、おかげでお湯分けでもたくさんのお客様に伴奏していただいております。いろはに民謡、4年間本当にお疲れ様でした。お湯分けより、カズノヤお湯分けよりいただいております。これからもお湯分けさんで、ね、頑張っていただければと思います。ということで、このスタジオ模様なんですけれども、はい、はい、YouTube で配信します。過去の動画も合わせてご覧ください。はい、そして来月のゲストは、はい、演歌と民謡界の貴公子、歌手の松坂優希さんを予定しています。そして来月の放送日は、はい、6月6日木曜日夕方6時から生放送でお送りします。はい、ということでお送りしてまいりました、阿蘇緑のいろはに民謡、そろそろおしまいです。案内は阿蘇緑と塚原ひろみと椿俊太郎と菊川ひな子でした。それではさようなら。